キトゥス・マンディウス・トルクアトゥスは、紀元前2世紀初頭から中盤にかけての共和制、ローマの政治家、軍人。紀元前165年に、執政官を務めた。名家に生まれたトルクアトゥスは、先祖の伝説的な、厳しさを見習おうとし、汚職で告発された後に息子を自殺に追い込むほどで、あった。トルクアトゥスは、長い政治歴を持ち、尊敬される法学者でもあった。 外交面でも活躍し、紀元前162年にはエジプトに大使として派遣され、キプロスに対するプトレマイオス発生への主張を支持している。トルクアトゥスの孫、ルキウス・マンリウス・トルクアトゥスのデナリウス銀貨。表面にはトルクアトゥス家の紋章であるトルクの中に女神ローマの横顔が彫られている。裏面には馬に乗って戦いに挑む選手が描かれている。その右には、 Q の文字が刻まれており、ルキウスがクワエストルであることを表しているトルクアトゥスが生まれたのは紀元前208年以前である。ローマで最も重要な士族であるパトリキのマンリウス、士族の一員であり、彼以前の祖先だけでも失聖官を18回、失聖部官を14回務めている。父アウルスは第二次ポエに戦争中の紀元前208年、偉大な ローマの剣マルクス・クラウリウス・マルケルスと共に若くして戦死した。しかし、ソフティトゥスは紀元前235年と紀元前224年に失聖官を紀元前231年にはケンソルをそして紀元前208年にはディクタトルを務めるほど有能な人物であった。ソフティトゥスは厳格なことで知られており特に官内の戦いで ハンニバルの捕虜となったローマ兵の身の代金支払いを拒否し、また多くの言動委員議員が戦死したため、その補充として、ラティウム同盟都市の代表を議員とする提案を拒否したりした。トルクアトゥスには、紀元前164年に、執政官を務めた弟アウルス・マンリウス・トルクアトゥスが、いる。ローマの習慣では、通常長男が、 父のプライノーメンを受け継ぐのだが、トルクワトゥスは祖父の名を受け継ぎ、次男が父の名をもらっている。トルクワトゥスというコグノーメンは、先祖であるティトゥスマンリウス・インペーリオススが、紀元前361年にガリア人を一気打ちで倒した後、その死体からトルクを剥ぎ取り、自分の首にかけたことから、トルクワトゥスというアグノーメンを名乗るようになり、その子孫はこれを家族名としたものである。 その後、この首輪は、一族の紋章となり、誇りを持って鋳造したコインにトルクアトゥスの文字を入れた。インペリオスス、トルクアトゥスも、また、彼の厳しさで有名で、軍律を破った自分の息子を処刑した、マンリウスの規律で知られている。執政官に就任する前のトルクアトゥスの経歴に、関しては明確ではない。ドイツの歴史学者、フリードリッヒ・ミュンツァーは、 トトゥスリウウスのローマ建国史の欠落部分である紀元前170年にプラエトルになったと示唆している。同年祖父もそうであったポンティフェクスの一人に選ばれている。さらに著書はないものの民法や宗教法の分野で著名な法学者であったトルクアトゥスは紀元前165年にグナイウス・オクタウィウスに就任した。リウィウスはトルクアトゥスを 実績失政官としているが、これは、ケントリア民会でオクタウイウスの票の方が多かったことを意味する。しかし、アウグストゥステー時代に制作されたカピトリヌスのファスティでは、トルクアトゥスが主席となっている。おそらく彼の彦がファスティの作成に関わった仁義官の一人であったためであろう。この頃、アウグストゥステーはいくつかの名家を復活させようとしており、 ファスティで彼らを評価することを支援していた。同僚であるオクタウィウスは、直接の祖先ではないもののアウグスティスの実家である、オクタウィウス氏族に属している。オクタウィウスは、嘘に、好意感触者を持たない、ノーサホモであはったが、第三次マケドニア戦争では、ローマ海軍を率い、紀元前167年には、外戦式実施の栄誉を受けていたため、選挙の時点ですでに有名であった。 残念ながら、ローマ建国史の欠落のため、両失政官の業績は不明である。他の古代の著者も彼らの業績に対して言及していないが、ユリウス・オブセクエンスは二人は、ローマでの薬病蔓延に対処したと記している。トルクアトゥスは、翌年の失政官選挙に立候補した弟、アウルスを支援したと思われる。その後、トルクアトゥスは、外交問題に関与した。 セレウコス朝シリアの摂政であるリシアスの紀元前164年の書簡にトルクアトゥスはシリアに派遣された施設の一人であったと述べられている。しかしこの書簡は旧約聖書のマカバイ記ににも出てくるがこれにはセレウコス長歴が使われておりローマ側には資料がないため疑わしいと考えられている。ミュンツァーは この人物がトルクアトゥスであることを否定しているが、紀元前130年に法務官を務めた彼の息子である可能性に言及している。エジプトの王位を争ったプトレマイオス6世フィロメトルとプトレマイオス8世フィスコンの兄弟。紀元前162年プトレマイオス8世フィスコンがローマを訪れた。当時エジプトはプトレマイオス8世と兄のプトレマイオス6世フィロメトルが 分割統治を行っている状態で、また、プトレマイオス8世は、キプロスの領有権も主張していた。元老院はキプロスに対するプトレマイオス8世の主張を支持し、一方で、兄弟間の戦争を避けるために、施設として、グナウス・コルネリウス・メルラとトルクアトゥスをキプロスに派遣した。ポリビオスによると、ローマは統一エジプトの脅威を避けるために、 プトレマイオス8世の分割統治を支持したという。途中ロードスでトルクアトゥスはプトレマイオス8世を説得してキプロスの征服計画を断念させアレクサンドリアに行きプトレマイオス6世との和平交渉を行うことに成功した。しかしながらトルクアトゥスがプトレマイオス8世と別れた直後プトレマイオス8世の管轄下にあった切れないかが反乱した。 この反乱鎮圧のため、プトレマイオス8世はアフリカに戻らねばならず、結果、トルクアトゥスとプトレマイオス6世との交渉は失敗に終わった。ローマに戻ったトルクアトゥスとメルラは元老院でプトレマイオス8世を支持する発言をしたため、プトレマイオス6世の死者は追放された。紀元前161年、トルクアトゥスは小アジアのギリシア人都市国家である。 マグネシアとプリエネの紛争を調停するための元老院案を起草した。これに関する秘文があるが、かつては起草者をマリウスと読み、紀元前143年のことと解釈されていた。しかし現在の研究者は、これはマンリウスであり、もっと早い時期のものと考えている。中でも、ウォルバンクはこれをトルクアトゥスと関連づけている。 紀元前133年の時点で、トルクアトゥスはまだ生きていたと思われる。プルタルコスが、この年の出来事として、古民館、ティベリウス・センプロニウス・グラックスと古民館、マルクス・オクタウィウスの揉め事を解決する、よう、二人の尊敬されている、失政官経験者マンリウスと、フルーイウス・マイナスが嘆願し、クラッススは、この二人を尊重することに同意はしたが、 元老院総会では何も解決できなかったと記して、いるからである。この時点で生きていた、フルウィウス氏族の執政官経験者は何人かいたが、マンリウス氏族では、トルクワトゥスのみであった。ただし、プルタルコスの文は、マニリウスとも読め、そうであれば、紀元前149年の執政官マニウス、マニリウスということになる。キトウスとアウレスの兄弟が連続して、 執政官を務めたものの、その後、トルクワトゥス家は不審に陥る。次の執政官は100年後のルキウス・マンリウス・トルクワトゥスまで待たねばならない。トルクワトゥスには少なくとも二人の息子がいた。長男ティトゥスは、紀元前136年頃に、法務官となったが、第一次奴隷戦争でエウヌスに敗れたことで、その前途は立たれてしまった。 次男はカルタ語の農学者である孫の著作をラテン語に翻訳したことで知られる元老院議員、デキムスユニウスシラヌスの養子となった。このため、この次男は養父の名を取り、デキムスユニウスシラヌスマンリアヌスと名乗った。パトリキがプレブスに養子に出されたという記録は、これが最初である。マンリアヌスは、紀元前141年か、紀元前142年に法務官として、 マケドニア属州の総督を務めた。しかし、マケドニアからの施設団が彼の汚職を告発したので、ある。ジップであるトルクアトゥスは、尋問が行われる前に息子を自分の家で個人的に裁く許可を元老院に求めた。トルクアトゥスは、法律の専門家であり、失政官経験者であったため、元老院とマケドニアの施設団の両方が彼に、その許可を与えた。 三日間の裁判の後、トルクアトゥスは息子を有罪とし、追放した。この判決には、法的拘束力はなかったが、一族の名誉を守るために、マンリアヌスは、翌日の夜に首を吊ることを余儀なくされた。トルクアトゥスは、息子の葬儀にも参列せず、葬儀の行列が通り過ぎる時も表向きは無関心を、装っていた。ワレリウス・マクシムスは、 同じく軍律違反を犯した息子を死刑とした祖先のティトゥスマンリウス・インペリオス・ストルクアトゥスのデスマスクがトルクアトゥスの家に目立つように飾られていたことが彼の息子に対する厳しさを表していたと述べている。この事件はローマのローマの行為官職者や属州総督の汚職に関するカルプリナ法の余波で起こったが私的な法廷での解決はローマ史の中でもおそらく唯一のものである。 息子の記憶を消すために、トルクアトゥスは、老齢になってアウルスという名の産卵を設けた、可能性がある。この人物が、紀元前70年の法務官、アウルス・マンリウス・トルクアトゥスの父親である、可能性がある。ありがとうございます。